それでは次の質問いってみたいと思います。アルバイトの経験はありますか？はい、あります。どこでしていたと思いますか？実はでバイトしてたんですよ。マイクをつけてドライブスルーなどをなんかの注文を聞いていました。そしてこの仕事以外にしてみたい職業は、そうですね、リオは服がとても好きなので、洋服の店員さんになってみたいなーなんて思います。そして次、子供の頃の夢は、私ずっとなりたかったものが実はありまして、ちっちゃい時から看護師さんかスチュワーデスさんになってみたかったんですよね。まあまだなれるかもしれないので、もし龍が飛行機に乗っていたらよろしくお願いします。そして子供の頃のニックネームは、何だったかな、すごい嫌なニックネームをつけられていた気がします。なんだっけな、あ、いや、いつも、おでこを出してカチューシャでおでこを出していたので、よくデコピカって超恥ずかしい、デコピカって呼ばれていました。そして次の質問、学生時代の部活は、こう転々としていたんですが、すごい、例えばどっかの部が足りなくて行っていたとか、あとは高跳びをしたりとかしたことあります。なんでだろう、高跳びもしたことありますし、卓球をちょっとやったこともあります。こんな感じです。そして次の質問、初恋は何歳の時？初恋はですね、小学生、小学校2年生の時に、隣の席の男の子に恋をしました。そしたら実って、その2年生の間はとても仲良くできたんですが、クラスが変わったらあんまり話さなくなって、ちょっと残念な感じです。そして告白は自分からする、しないですなんて思ってたんですが、なんか好きになってしまってしまったら、なんかこう相手をこうに、なんだろう、相手にいたずらをするのが好きで、こう積極的にこう攻めてるみたいです。はい、気づきませんでした、全然。だから告白も本当に好きだなと思ったらリオからするんじゃないかなと思います。そして好きな男性のタイプは、本当にこれといって絶対これじゃなきゃやだなんていうのはないんですが、そうだな、優しい人とか面白い人かな。男らしい人なんかもとても惹かれます。そして恋愛対象は何歳から何歳まで？いやー、これはですね、最近になって結構変わったんですが、以前まではこう年の近い方じゃないと話もできないかななんて思っていたんですが、このお仕事を始めてからいろんな年上の方にもお会いする機会が増えて、結構幅が広くなりました。そうだな、下は、じゃあ2つ下から上は50歳
50歳の方までもうイケイケな人だったら多分大丈夫な気がします。特に年齢はと全然気にしません。そしてドキッとする男性の仕草は、あーこれはよくなんかいろんなあれがありますが、いろんな好みがありますが、なんだろう、やっぱり男らしかったり逆に優しかったりとか、こう車で危ないって止めてくれたりするときは、あ、ちょっと気にかけてくれているのかななんて言ってドキッとしたりもします。そして次はかっこいい男の条件は、そうですね、かっこいい男の条件どんなものでしょうね。気が使えたりかな、こう自分の考えとか信念を持っているたりすると、あ、男らしいなってリオは思います。そして彼氏ができたら何をしてあげたい、そうですね、リオ好きな人にはもう何でもしてあげたくなっちゃうタイプなんですが、今まで例えば男性の方がもしこう風俗なんかに行かれたりしてたらのを聞いたら、なんでだろうって思っていたんですが、お仕事で女性の方にソープの体験をリオにしてくれた時、リオにしてもらった時はすごく気持ちが良くて、こんなに気持ちいいんだったら私が覚えて彼にしてあげたいななんて思っています。そして彼氏に言われたい一言は、そうですね、世界で一番美容が大好きだよとか、もう何でも、あ、私のことを思っていてくれてるんだなって伝わるようなことは全て多分嬉しいと思います。そして次は彼に浮気されたら、彼氏に浮気をされたら、浮気は嫌ですね。そうだな、きっと泣いちゃうかも。まあ出来心なのであれば許すかもしれませんが、基本的には多分許さないと思います。しちゃダメですよ。逆に例えば俺の彼女はこうであれとか、俺の奥さんはこうであれって褒めているのを見たりすると、逆にすごくいいなって羨ましくて好きになってしまうことがあります。そして最後に、男女間の友情は成立するかどうか、これはすると思います。2人の間のこう、なんだろう、気持ち次第だと思うので、すごい何でも相談できてとか、そういうのって男性にしか分からないこともありますし、大事な関係だと思います。だからリオはそういうのが逆にあってほしいなって思いますね。はい、それでは今回の質問はここまでです。それじゃあまたねー。